ですね、あのお話をさせていただきたいんですけども、レジュメの方が、全部です。ちょっとページ踏んの忘れてたんで、ホッチキスで止まってるだけになってるんですけど、ちょっとレジュメの方を用意させていただきました。で、あのこれの1ページ目を使ってね、しばらくお話をするんですけども、これどういう話かというとですね、まあこういう話です。あの、まあ、2年前に、ちょうどですね、この坂井敏夫さんという、まあ、僕の経営の師匠みたいな方が、いらっしゃるんですけども、こちらの方に、まあ、ブログを通じて、出会って、で、まあ、山形県の、ね、セミナーとかに、まあ、毎週通ってますけど、その時にあの、まあ、言われたんですね、坂井敏夫さん、ね。独立して1年で1億円稼いでる人はね、どういった脳みそ持ってるのかなと思って、非常に不思議でしょうがなくて、言ったんですよ。うん、そしたらアドバイスの一言ですね、最初のアドバイスの一言、戦略ですと言われたんですよね。あのキャッチコピーとか、まあ、坂井さんもいろんな声で DVD 出されてるんですけどね、キャッチコピーの書き方とか、まあ、いろんな DVD 出されてますけども、まあ、僕が一番良かったって思ってるのはとか今もそれ実践してるんですけども、これなんですけど、9つの戦略という DVD が非常に良くてですね、これを見てで、この後に武田先生 の, あのランチェスターの法則の DVD もいいよっていうふうに言われたんで、勧められて買ってやったということですね。で、そのランチェスターの DVD がこちらね、今まさに現在皆さんと一緒に勉強しているこちらの4巻のやつですね。これ30回以上僕やっぱり見ました、自分一人でずっとね、しかも書きながら見ました、ずっと頭に完璧に叩き込んで、で、戦略をしっかりと勉強して坂井さんに教わった通り、しっかりと勉強して、まあ、2年間でね、おかげさまで部門1まで取れるという戦略、これ戦略どうですかね、パシッと当たりましたね、うん、で今現在、まあ、まだ2冊目を実は出させてもらって、今日まさに行ってきたホヤホヤのカバーを、ね、ちょっと出版社から来たんですけども、これも実は戦略持ってます。ただ単に本出すっていうんじゃなくて、ここから、まあ、ある売り上げをちょっと上げようと思って、ね、これ出したんですけど、それも全部戦略なんですよ。全て戦略です。あの今も戦略立てないで商売やることないですね、一回もうどんな小さな商品サービスを考えた時でも絶対戦略考えますから、ね、であの戦略考えないでやっちまうと絶対こうその時はうまくいっても長続きしないんですよね、さっぱり、うん、で単発でうまくいっちゃうとなんでうまくいったかさっぱり分かんないからあれなんであれうまくいったんだろうってなっちゃうんですよね、うん、でもちゃんと戦略を勉強して系統立ててやってうまくいったりすると、また他の商品サービスを考えた時でも応用すればいいだけなんで、だから言ってみれば真の安心が得られるんですよね、この戦略能力を培っちゃうとね、うん、という話を今日はねさせていただくと思います。はい、で坂井敏夫さんからまあいろいろ教わってですね、作ったレジュメが実はこれなんですよ。皆さんのお手元にある、戦略ノートと僕が言ってるんですけど、自分戦略のこと。でこれをあの大地震でオダブスになった時にあの質問したら、もうとにかくこのレジュメ、を使って、まあ、このレジュメ自体は俺が作ったんですけど、このレジュメを使って20種類の戦略を考えてくださいって言われたんだけど、20種類、ね、だからこれが1種類です。でまた2種類3種類4種類ですで20個ぐらいになるんですけど、ね、でこれをとにかく徹底的にやって、例えばちょっと見づらいかもわかんないですけどね、あ、3人だからちょっと見ますね、こんな感じで毎日これやりました、この話、これはあの地震の後にやった戦略のこのレジュメの手書きバージョン、こんな感じで20個ぐらい作ったんですよ。でそれも2つが当たったってことですかね、動画戦略と出版戦略と、あとの18個ぐらいはもう失敗ですね、うん、でもあのユニクロの柳井さんも言ってるように、もう初級配電やと、だからまあ俺なんかはそんな20戦高かったけど18戦なんか勝てませんよみたいな、1戦2戦勝てばいいよっていうふうに坂井さんもおっしゃったんで、だから僕はとにかくこれを20種類作りました、ね、で今日は皆さん1種類まずちょっと体感してもらおうと、で1回作り方が分かったらそれ20回繰り返すだけで、くるくるくる、そうすると戦略能力がおそらく1年後2年後にはついちゃいます。結構簡単に戦略能力がつくと思うんで、それちょっとやってみましょう。はい、ではですね、早速いきたいんですけど、一番目ですね、レジュメの一番目のを見ていきます。